ここがやり残したってはっきり分かった。ここが足りないっていうのは分かったってことは、やってる分野があるんだけど残ったってことですね。やらなければやり残しもないですね。はい、こんにちは。こんにちは。今回は高校3年生ですね。はい、この7月、暑くなってきましたね。暑いし。ね、はい。までにですね、これだけ、ここまではやっておきたいということをご紹介いたします、うん。ぜひ参考にしてみてください。そしてそのやっておきたいことのハードルになっていることを乗り越えるために、SMK の方法をご紹介いたします。はい、SMK の薄井です。SMK の古田です。よろしくお願いします。7月、はい、高校3年生的にはですね、夏休みに入るところですけども、受験科目、基本的な項目の理解、インプットに目処をつける時期かなと、順調であれば。で、夏期講習で未修分野の先取りあるいは補充、先取りですね。と、これまでの内容の若干発展的なもの、問題演習、2学期以降から始まるね。2学期以降からどんどん問題解くようになるかな。理想的には、それを学ぶ時期かなと思いますね。適正も夏期講習行かれると思いますけどもね、不得意なものとかね、ずっとやってて不得意だったものとか、あるいはまだ学校で習ってないけど終わらなさそうだから不安だな、なんていう分野やられるといいですね。うんうん。で、高校3年生の時に夏期講習行きました？高校3年生の時はやってもらいましたね。やりましたね。そうですね。はい。大体7月ぐらいまでにはどうですか？何割ぐらい終わってましたか？高校3年生の2月が一応終わりだとすると。どうだろう。でもここに書いてあるのは大体は終わった。終わってましたか？そうですね。かなり早くインプット終わってましたよね。そうですね。構文解釈入ってましたかね。構文解釈も入ってたと思います。数語も古文と漢文の文法は終わってましたよね。日本史は苦手分野以外だったら、通史もインプットは終わってましたか。してたと思います。現代史まで行ってましたか。現代史は夏期講習で補充って感じでした。うんうん、そんなに出る分野でもなかったので、出る学校的にって感じでした。なるほど、はい、まさに文系の方ね、こういうところかなと思います。目安ですね、あくまでね、うん、で今度は理系の方ですね、はい、やっぱり逆算して考えると夏以降は数三とかね、あの辺でやんなきゃいけないし、そういうことを考えると今では一通り終わっておきたい、あの過去問演習とかありますのでね。物理もですね、参考書的なもの読むやつ、問題演習をこれからやればいいと思うんですけど、問題演習じゃなくて知識で一通り読むものは最後までやっておきたいな、4月ぐらいまで、うんうん、一応全体を見通した方がいいかなと思うんですよ。一通りね、分野を全部やって見通しをつけて、いろいろこう何度も何度も問題演習をするといいかな。なんか一つの分野だけ完璧にしないと次進めないっていうスタイルだと、本当にそこを完璧に理解したの、うん、こんなに大きい物理の分野でねっていう感じもしますので、ちょっとね8割ぐらいで次に進むみたいな感じで終わらせるといいかな。科学、理論が終わって向きも終了したいということで、有機までは終わらないだろうということです。学校で初めてね、有機っていうのがあるんですよ、科学は。初めて知りました有機科学っていうのがあるので、2学期にやりますよね。だから向きぐらいまでは終わらせておいて、夏に理論と向きの復習をいっぱいして、2学期から有機と全部の問題演習をするといいかなと思いますけれども、なるほど、順調であればね、はい、この通りじゃなきゃいけないってわけでもないですし、焦る必要は全然ないですよ、はい、よくあるハードル、計画通りには順調にはいかなかった、みんなそうでしょうね、みんなそうでしょうね。特にやり残しの分野がたくさんある、あの難しくてね、ちょっとうまくいかなかった、壊してしまった、はい、あるいは追いついてないと、あるある、あるあるですね。それからこの頃ですか、よう挑んで早稲田に受かる、勉強し始めて、はい、4月から初めて模試を受けますかね、この頃ね。そうですね、いいのだろうか、点々点々点々、志望校変えようか、浪人やりだろうか、壁にぶち当たりますよね、はい、考える頃ですね、うん、こういうことを考えてるとやっぱり元気もなくなってきてね、俺早稲田大丈夫かなとかね、なりますね。でも現役生の頃はね、ちょっと向こう水で突っ切ってもいいかなとは思いますけどね。どうですか、あれですか、ちょうど7月とかって現役生が伸び悩んでる時期で、浪人生はなんかそんなイメージがあって、うん、浪人生は今までの1年プラス元気分っていうので、うん、やってることが本当に分かり始めて、本当にむちゃくちゃ伸びてるんですか、結構伸びる時期が7月の後半まで伸びるって感じのイメージなんですけど、うん、現役生は夏季からが本番みたいなところがある気がするので、そこでもなんか現実にぶち当たって絶望した記憶があります。そうですね、はい、最初の頃は楽しいんですよね、はい、楽しくてしょうがないけど、いざ模試受けたらなんか低くねみたいなね、そうですね、僕も現役生の頃はね、 D 班出たかも、出なかった、 D 班か、D 班前しか出なくて、本当にもう本当に諦めてましたけど、それじゃダメですねじゃあこういったハードル皆さん抱えてらっしゃると思いますけど、どう考えたらいいか、うん、SMK の勉強の方法を紹介いたします、はい、勉強方法なら SMK。逆にポジティブに考えると、1学期が終わる頃までにここがやり残したってのはっきり分かった、ここが足りないっていうのは分かったってことは、どういうことかっていうと、やってる分野がちゃんとあるってことですよ、うん、やってる分野があるんだけど残ったってことですね、やらなければやり残しもないですね、はい、
なのでそれこそ夏休みそれからやればいいと思うので潰しておきましょう、はい、苦手なテーマね日頃定期テストも被ってるから例えば日本史だったらフェーマスとかね、うんうん、それこそ現代史とか、うん、世界史だったら地域史とかね文化史とか、うん、そういう苦手だなとなんとなく思いつつ無視してきた現実が見えてきたようなところを攻めてあげましょう、はい、苦手な分野こそより多くの時間を割く、うん、苦手な分野って苦手は苦手でやりづらいんですけどもその分たくさん時間を割くとなんか愛情が湧いてわかります本当にわかりますできるようになりますよね、はいはい、そういうこともあるんですね心理学的な感じですねそれから今現役生の話してますのでちょっとカッコですけども浪人生の場合はこの頃から少し現実的に他校の受験も考えてもいいかな大志望大志望で取っておいて学びたい分野で他の学校を検討してもいい時期かなと思います、うんうん、で現役生高3生は何を何をこれからですよ今からね7月にやった段階4月から始まったら3ヶ月かやった段階でこれはダメかなとか大志望ダメかなとか浪人、うん、かななんて思ってるとそうなってしまいますから俺は受かるぞって思って、うん、私は受かるよって思ってやってください現役生はこれから伸びますからうん、むちゃくちゃ伸びました。何月ぐらいちゃんと伸びました？現役生ですね。はい。現役の時期は夏終わってから終わってからですよね。過去問やり始まってからガッとできますよね。そうですね。そうなんです。はい。だから今苦しいかもしれませんけれども諦めないで大志望捨てないで頑張ってほしいなと思っています。はい。今日は今7月までに高校3年生が必ずやっておきたいことをご紹介いたしました。他にもご気になることがあればコメント欄にてご質問ください。一つずつ回答させていただきます。今後もこのような動画を公開していきますので高評価やチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。当会から予備校や塾での授業や参考書での自学でうまくいかない方のために勉強方法を工夫してみようという内容の書籍が刊行されました。先着10名様に差し上げます。詳細欄にありますホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。当会では予備校や参考書で伸びない方のために勉強方法を工夫して指導しております。お困りの方は概要欄のホームページからご相談ください。